Alright, welcome back for part two. We are going to recruit some characters today, and hopefully, maybe unlock some new story mode and whatnot. Anyway, I'm gonna stop talking, enjoy the gameplay. Let's start with Portal. そうだね。うん。行こうか。村はあちらだ。どんな料理でもてなしてくれるのか楽しみだね。 ようこそ。待ってたよ。と言いたいところなのじゃが、大丈夫、安心して。賊を追い払って食事にしよう。実はかわいそうな腹ペコのお嬢さんに用意していた料理をあげてしまったんじゃ。余儀の食材もあったんじゃが、山賊に奪われてしまって料理ができん。それはひどい。 山賊がたくさんいる。ということは奪われた食材も近くにあるはず。食材だけでも取り返してあげよう。その腹ペコのお嬢さんにも会ってみたいし。この村の食材は全て奪わねえと、お頭に何されるかわからねえ。 熱い思いを感じる。踊ってるみたいね。どうだ、まだ間に合うよね。いなくなった。この世界は私が守る。生きるために敵を避け。君ってすごいんだね。
一部取り返せたね。他のものも取り戻そう。次こそ勝って見せるぞ。うまくいったみたい。あなたはなぜそこまで戦うの？ ディオは世界武将のディーラーです。いい香りです。腹ペコが限界であると認めます。早く食べましょう。そうしましょう。 可憐な乙女の食事を邪魔するとは。不届き者ですね。撃鉄を起こします。困った腹ペコお嬢さんだ。いい子だから、その物騒なものをしまって。最優先指令と認めます。私がおとなしく食べ物を渡すと思いますか。邪魔者を全力で排除します。 落ち着いて。俺たちは村長の頼みで食材を集めているだけ。よかったら
一緒にどうかな？そこ。もっといろいろな美食を楽しまない？魅力的な提案であると認めます。一緒に行きましょう。そうしましょう。ここに料理名人の村長がいるらしいな。俺たちの腹も満たしてもらおうぜ。さっきの山賊の仲間、村長の兄、助けに行こう。名案があります。もったいないですが、食材をおとりにしましょう。私が食材とともに敵を引きつけます。その間に村長の安全を確保してください。山賊の皆さん、美味しそうな食材はここに。私が食べても良いですか？早くよこせ。腹が減っては戦はできません。少しだけ食べておきましょう。食材のまま食べてしまうのかい？手間をかけてこその食事なのに。腹ペコのお嬢さん、君も違う世界から来たのかな？肯定します。気がついたらここにいました。私は物の木、鬼を撃つものです。でもそれ以外の記憶はありません。現在自分探しの真っ最中です。鬼を撃つか。食事とは人生で最も幸福なひとときである。山賊が美食家で何が悪い？残念なお知らせだよ。取り戻した食材だけど、戦いの最中に傷んでしまったようだね。問題ありません。改心した山賊に旬の食材の調達を依頼済みです。すぐに食材が来るでしょう。そしたらバリバリ食べましょう。うん。ええ。うん。ねえ。はあ。いえ。よし。ご指名とあらば喜んで。激鉄を起こします。運命の扉は開かれた。族と戦ってる英雄さんか。仲間にすればきっと大きな戦力になる。でも残念ながらどこにいるかつかめていない。はい。まずは目の前の敵を倒しつつ中央を制圧しよう。負けぬ。
手を貸してくれるかい？指令を遂行します。よっよっ、ずっと見つめていますね。まだまだ上の手を遂行します。足に入れるのを感じる。その調子です。よっ、クライマックス。くたばりやがるでしょ。まだ間に合うよね。敵を買って、君ってすごいんだね。敵の目を覚まくと、どなたも迫力としく生きるために、君ってすごいんだね。倒して実験するつもりなの。楽しそうに。森こそが理想の一族ということでいいかな。行くよ。よっ、よっ、くっ、よっ、はぁ、覚悟して。あなたたちを倒してここから抜け出してみせる。邪魔をしないで。って何の話だ。もしかしてあなたに見とれてたから怒ってる。とぼけても無駄よ。その手は食わない。俺たちの縄張りを取り戻せ。リオンを任せ。こっちを決めてやる。ここで終われない。ごめん、もう少し手加減すべきだったかな。手荒な真似をしてすまない。どうしても話を聞いてもらいたくて。呼びましたか？美しい英雄さん、この世界を救うため共に戦ってくれ。ごめんなさい、悪い人ではなさそうだけど、すぐには信じられない。言っちゃったか。まあ当然だな。でも俺は諦めるわけにはいかない。彼女の気が変わるのを信じつつ、ひとまずここにいる族は討伐しておこう。呼ぶのが誰か助けて。なんであんなところに民がいるんだ。俺を誘い出す罠か。見捨てるわけにはいかない。守備は上々だ。なるほど、あなたは手だれであると認めます。わあ、さすが。かかったな。門を閉めろ。入り込んだ奴らをぶっ潰してやれ。やっぱり罠かよ。俺は相変わらずアマちゃんだな。時間が経てば救援が来るはずだ。それまで民を守りきる。あの人、危険な目に遭うと分かっていて、民のために。あなたが呼ぶなら。やっ、やっ、やつら息が上がってるぞ。どんどん攻撃しろ。やりましたか？まだ来るのかよ。手荒な真似をしてすまない。どうしても話を聞いてもらいたくて。美しい英雄さん、この世界を救うため共に戦ってくれ。ごめんなさい、
悪い人ではなさそうだけど、すぐに信じられない。行っちゃったか。まあ当然だな。でも俺は諦めるわけにはいかない。彼女の気が変わるのを信じつつ、ひとまずここにいる族を討伐しておこう。守備は上々。誰か助けて。なんであんなところに民がいるんだ。俺を誘い出す罠か。でも見捨てるわけにはいかない。かかったな。門を閉めろ。入り込んだ奴らをぶっ潰してやれ。やっぱり罠かよ。俺は相変わらずアマちゃんだな。時間が経てば救援が来るはずだ。それまで民を守りきる。あの人、危険な目に遭うと分かっていて、民のために。なるほど、あなたは手だれであると認めます。奴ら息が上がってるぞ。どんどん攻撃しろ。まだ来るのかよ。さすがにこれ以上は耐えられない。なんだこいつら。やっちまえ。あなたたちはこんなところで倒れるべきじゃない。そんな気がする。だから力を貸そう。こっちは任せて。あなたたちは別の敵を。ありがとう。あなたには感謝してもしきれない。俺に勝てると思ってんのか。笑わせるぜ。あなたたちに私は倒せない。よし、門が開いた。味方と合流し敵本陣を目指そう。注意して、誰か隠れて遠回りした方がいいわ。情報収集は忍びの基本。この戦場は把握してるから、私を信じて。フォロー。キュートなくのうちさんよ。私はリオ。二人で思いっきり盛り上げましょう。よろしく。かわいいね。もっと楽しみたかったくらいだ。守備は上々だ。危険な目に遭わせないためにあえて。鬼こそが無双の一族ということでいいかい。アーナス、倒させてもらうよ。
味方を狙う殺気を感じ、カリの時間だ。逃しはしない。守備は上々だ。あなたはなぜそこまで戦うの？私はただ生きるために倒すだけ。私もそうかもしれない。ただあなたほど割り切れていないわ。いざ尋常に勝負せよ。上々だ。強いんだね。腕は確かだ。俺に勝てると思ってんのか？笑わせるぜ。ごめん、もう少し手加減すべきだったな。私はドノバンに囚われ、ひどいことまで。覚悟はいいか？耐えきれるかな？たわいもないね。それからは望まぬ宿命と戦う日々を。この混沌とした世界はそんな悪夢を思い出させる。一刻も早く抜け出させて。この戦いで分かってくれたと思うけど、俺たちはあなたがいないとダメみたいなんだ。どうかそばにいてくれないか？あなたの言葉は軽くて調子がいい。それにどうしようもなくお人よし。でもその心に嘘はないと思う。だから一緒に行かせてもらうわ。わかった。そうね。なんだって？え？
頼む。はあ。おお。くっ。おお。英雄さん。そうだね。なんだって。ぐぐあ、よし。素敵な舞台の幕開けね。ご指名とあらば喜んで。話し合いには応じてくれないようだ。さすが今ノリに乗ってる勢力だな。ウヌラの力見極めてやる。仕掛けてきたぞ。攻撃しつつ様子を見よう。門番たちを倒して敵の大将に会いに行こう。あの方は抗えない魅力を持ち任せておいで。私はあの方のためなら命を懸けられる。本陣に落とされてはまずい。気をつけて進もう。応援しているよ。まだまだ上乗せよ。チェックメイトだ。華麗だね。熱い思いを感じる。道を開けてもらう。まだ間に合うよね。応援しているよ。敵を倒さなくても。いい感じだ。気に入ってかかるよ。これで終わりだ。どこへ。まさか。いい答えね。敵本陣に焼き打ちにせよ。うまくいってるわ。華麗な戦いぶりだね。あとは任せてもいいかい。我らが主は苛烈だ。だがこの世界を救うにはそれが最善の道。絶対に手柄を立てるぞ。もう引っかかれるのはごめんだからな。敵が物資を運んでいるみたいだ。中身は何だろうな。うまくいってるわ。大量のマタタビだそうです。そこの猫に聞きました。なるほど。で、ホーローさん、猫と話せるのか。守り抜いてみせます。連携して進むと心強いな。逆に味方が敗走すると厳しくなりそうだが。わあ、
逃げられたか。無双のようにこの世界でならそう名乗っても良さそうだ。うまくいってるわ。あなたはなぜそこまで戦うの？ひねりつぶしてくれ。確かだ。コンサートの始まりだ。その策乗ったよ。応援しているよ。ここまでだ。華麗だね。まだまだ上乗せよ。解散してもらおう。応援しているよ。熱い思いを感じる。敵を道を開けてもらうよ。間に合うよね。いなくなって。いや、君ってすごいんだね。チェックメイトだ。これで終わりだ。生きるためにどうすればいいの？本気モード。敵を買って。道を開けてもらうよ。敵を倒すために。この世界でなら、そう名乗っても良さそうだ。うまくいってるわ。自分の本陣に火をつけたぞ。俺たちの覚悟を試しているのか。うまくいってるわ。俺は勝つ。そしてあの方のお腹をサワサワするんだ。早く戦を終わらせよう。あの方の手足をもみもみするのが楽しみなんだ。ここで動いてくるとは、いい組だ。放っておくと本陣が危ない。倒した敵がたくさんの紐を持ってたんだが、何に使うんだ？俺が不覚を取るとは。無双のようなこの世界でならそう名乗っても良さそうだ。うまくいってるわ。倒した敵がマリを持ってたんだが、なぜこんなおもちゃを？
破滅の調べいかがだったかしら。レクイエムを奏でよう。さらに激しく。フィナーレだ。ここまでたどり着いたか。このノブニャが自らが力を試してやろう。わしはただの猫ではない。天下を滑る第六天魔王よ。是非もなし。あっけないものね。ウヌラの強さよくわかった。よかろう、我が友に加えてやる。面白い。ノブニャガさん、どうなさいますか。どうして。そう、戦いは避けられない。すべての邪妖は私が滅ぼす。是非に及ばず。村にはもう食べ物がないって。また襲われるなんて。皆さん、腹ペコでやる気が下がっていますね。私も腹ペコですが、村を守るため頑張ります。決めてやる。浄化完了なんてね。
新たな敵が増えましたか。腹ペコで持久戦を続けるのは厳しいですね。フォロー様、私が助けを呼んできます。ありがとう。できれば冷静で聡明で胆力があり料理がうまい人を希望します。行くよ。荷物を取りに行った者が襲われておる。あれさえ手に入ればみんな元気になるのに。次へとしつこい敵ですね。よし、いい感じだ。東から来た敵はまだ遠くにいますね。今なら荷物を運ぶ人の救援に間に合うでしょう。わあ、さすが。はっ、決めてやる。村に荷物を届けますね。あの敵、火を持っています。村に火をつけないうちに倒しましょう。よし、いい感じだ。華麗な戦いぶりだね。あとは任せてもいいかい。叩き潰す。敵も村をなかなか落とせず焦っているようです。もう一踏ん張りですね。よし、いい感じだ。つけられてしまったようですね。ごめんなさい。少し油断をしてしまった。こちらです、大元気様。どうか村とフォロー様を救ってください。いきなり異世界に連れてこられて状況がつかめないまま人助けなんてね。でも一度受けてしまったからには放っておけない。責任は果たさないと。なんと冷静で聡明で胆力のあるお方だ。よかった、条件は結構満たせているな。フォロー様、ご希望通りの方を見つけました。我らを助けてくれるそうですぞ。ようやく反撃開始です。村は私に任せて、皆さんは彼女の援護を。よし、いい感じだ。化け物たちは総出で村を襲っているようね。でも一匹じっとしている。応援しているよ。あれの遠目かしら。守りが薄い天国になれば、敵はこんな熱い思いを感じる。火炎を仕掛けて反撃の機会を作れば解散してもらおう。
わしも混ぜるんや。私こそ世界を倒さなくちゃ。うん、いい感じだ。無双の騎士って言うとこだっけ。道を開けてもらうよ。逆らう者はいらず、武を示せ。応援しているよ。もう、おしまいだ。あなたたちは私が助ける。できないことは言わないから安心して。狩りの時間だ。私はしない。なんて頼もしい。我ら一同大元気様についていきます。あなたはなぜそこまで戦うの。叩き潰せ。よし、いい感じだ。あなたたちも全力で戦って、そうすればきっと村を救えるはずだから。はい、大元気様のためならたとえ火の中水の中。よくやった。大義である。どの世界でも虐げられるのは弱者。彼らはそんな人たちを懸命に守っている。こんな混沌とした世界にもなすべきことをなしている人たちがいるのね。よければ策の手助けをしてくれる。よし、いい感じだ。責任は果たす。基本だけどすごいこと。また新しい敵の策を邪魔される前に倒した方が良さそう。しまいましょう。よし、いい感じだ。あの銀髪の女性、いい腕ね。村の人を守りつつ的確に敵を倒している。味方に彼女がいると思えば安心して戦える。こんなにやりやすいのはこの世界に来て初めて。この一帯に火をつける。あたりの敵の掃討を手伝って。さてと、お願い。上々の出来ね。無事に策を実行できた。あとは弱っている敵を倒すだけ。
女性、素晴らしい活躍ですね。冷静で聡明で胆力もあるようです。彼女を仲間にしたい欲求があると認めます。私こそ世界最強の騎士だ。あ、無双の騎士っていうとこだっけ。攻撃開始だ。私はフェロン、あなたの名を教えてください。私は大元気。ところでここはどこなの。私もよくわからないのです。わからない者同士仲良くしましょう。よし、いい感じだ。できるけれど。おお、あなたこそ私たちが求めていた人材です。一緒に来てくれますね。素晴らしい。そうですね。ええ。はい。よし。お客様がお望みなら。愚かな人間たちよ、裁きの時は来た。あとはもう落ちるだけよ。また人間たちが運命に引き寄せられた。落ちなさい、今すぐ。裁きの時は来た。あの魔女さん、やる気満々だね。倒せば話を聞いてくれるだろうか。無用な相手だ。彼女はどこへ逃げたんだ。二手に分かれて探そう。なんだと？まさかそんな。味方が罠に足止めされている。早く魔女さんを捕まえて解除してもらわないと。この景色見たことがある。
魔女がいるという噂を流し、好奇心旺盛な人間をおびき寄せて狩るか。俺は完全に魔女さんの策にはまったようだ。ブン・フソウルの追跡者に私が始末してあげるわ。望まれたから。迷惑をかけてすまない。そのありがとう。魔人の娘の邪魔をするなんて、そんなに死にたいの？ここに罠を操る英雄がいると聞いた。力を貸してもらえないか交渉してみよう。こんな時に四季のご登場かよ。あ、魔女さん。さようなら。愚かな人間同士争うのに。またしても魔女さんに逃げられたか。仕方ない、まずは四季を追い払おう。彼女の説得はその後だ。この槍にて貫かん。我が魂まだ燃え尽きてはいない。敵将撃ち取った。トニー、まるで魔法みたいだ。しているよ。うん、いい感じだ。まだ間に合うよね。道を開けてもらうよ。熱い思いを感じる。やるね。やった。うまくいったみたい。わしも混ぜるにしてもらおう。敵を買って。楽しそうに。これで終わりだ。そのまま絶やせ。道を開けてもらうよ。かかる者は許さぬ。敵を買って。チェックメイトだ。絞りよ。敵を倒さなかったら、世界のディーラーで生きるために、倒すだけ。逆らう者はチェックメイトだ。いなくなった。私は負けないものだ。いざ参る。お宅は無用。すべきことがある。ディオにお任せ。あなたはなぜそこまで戦うの？では足りてるかしら。精鋭分隊の名にかけてお前を止めてみせる。邪魔をするか。ならば消えてもらう。その力に敬意を表し、今の機会。敵将撃ち取ったり。
命をつないだ生き物を私が必ず落としてあげる。よくやった。大義である。ディオは世界無双のディーラーです。ここは私のいるべき世界ではない。早く元の場所へ戻らないと。ふふ、無様よ。魔人の娘がさばいてやる。すみません、すみません、倒させてください。このままではまずい。どなたか援軍を。ウデガさん、気を入れず容赦せぬ。うっせよ、たわけ。念に屈辱的な存在を与えた。リリアが飛び跳ねて喜ぶ姿を見ることに。倒させてもらうよ。いや、行くよ。リリアにお任せ。話しなさい。ちょっといいか。ああ。何？いや。ああ。頼む。ええ。